フランスワーポロは第二次世界大戦期フランスの軍人で独ソ戦の間はドイツ国の国防軍と武装新兵隊に所属したフランス人義勇兵第二次世界大戦初期はフランス陸軍第28要塞不評連隊の上級軍曹であり1940年6月フランスの戦いでドイツ軍の捕虜となった1942年末 ナチスドイツの外国人労働者になることを選んで、捕虜収容所から釈放され、東プロイセンのドイツの軍港で労働に従事。あとに、とある理由で、職場の上司を激怒させ、強制収容所に入るか軍隊に入るかの選択を迫られた結果、フランス人義勇兵という建前で、ドイツ海軍へ入隊。1944年9月。 再編成に伴って武装新衛隊へ移籍した。第 33SS 所属武装敵団兵士団、シャルル・マーニュでは、師団司令部直属エリート不評中隊、名誉中隊の第一小隊長を務め、1945年2月下旬の東部戦線、ポメラニア出陣。2月25日午後、エルゼナウの戦いで、 シャルル・マー・ニュシダン司令部に迫ったソビエト、赤軍戦車部隊のうち少なくともに両の T-34 を撃破した。独ソ戦の最終局面である1945年4月末、シャルル・マー・ニュシダンの生存者の中で、戦闘継続を希望した約300名の将兵の一人となり、フランス SS 突撃大隊に配属された、戦術学校の第二分隊長として、ベルリン市外戦に参加。 死外戦中にパンツァー・ファウストを用いた近接戦闘で赤軍戦車を合計6両撃破した。最終階級は SS 所属武装総長。青年月日、生誕地不明のフランス軍人、フランソワアポロは第二次世界大戦初期の時点ではフランス陸軍第28要塞不評連隊の上級軍曹であった。1940年6月、 アポロはフランス国内へ侵攻していたドイツ軍の捕虜となり、同じく捕虜となった他のフランス軍将兵、約200万名と共に、ドイツ国内の捕虜収容所へ送られた。ドイツ軍の捕虜となってから2年数ヶ月以上の時が経過した1942年末、フランソワ・アポロは自発的な外国人労働者になることを選び、捕虜収容所から釈放された。 労働を希望して収容所から釈放された外国人捕虜の大半はナチスドイツ領内のヨーロッパ各地に送られ、アポロは東プロイセンのピラウやケーニヒスベルクの港湾施設で働き始めた。ある日の午後、アポロの職場のドイツ人親方はその日の仕事を早々に片付け、普段より1時間早く帰宅した。そして自室に入った親方が目にしたものは、 妻とよろしくやっている若いフランス人労働者フランソワ・アポロの姿であった。自分の妻に手を出されて激怒した親方はアポロを捕まえ、罰として次の選択肢を突きつけた。強制収容所に入るドイツの軍隊であるドイツ国防軍に入る。こうしてフランソワ・アポロはドイツ国防軍に入ることを選び、フランス人義勇兵という建前で、 ドイツ海軍へ入隊した。ドイツ海軍入隊後、1944年5月から6月の間に、フランソワーポロは、他のドイツ海軍フランス人義勇兵と同様に、アルザスのゼンハイム新兵隊訓練施設中屯中の、ドイツ海軍第28海軍機関大隊第6中隊に、配属され、6から8週間にわたる過酷な訓練を受けた。 ゼンハイムでの訓練期間終了後の1944年7月1日、訓練の次の段階へ進むために、第6中隊は、ドイツ西部の都市デュースブルクへ送られた。ここで、第6中隊は名称を、第2中隊に変更され、ドイツ海軍フランス人義勇兵たちは、数ヶ月間にわたって、武器強連、海軍の専門訓練、湖や河川におけるボート操縦訓練を受けた。 なお、この時期のアポロの同僚のドイツ海軍フランス人、義勇兵の一人に、後にアポロと、同じく武装親衛隊フランス人義勇兵として1945年4月末のベルリン市街戦に至るまで戦い続け、フランス人初の騎士鉄十字章受章者となるジェーヌ・ボロがいる。1944年9月、ドイツ陸軍、ドイツ海軍、武装親衛隊、その他の組織に所属する。 フランス人義勇兵の再編、統合に伴い、ドイツ海軍フランス人義勇兵は1944年9月16日付で、武装親衛隊の新設のフランス人義勇兵旅団へ移籍した。これによって、フランソワ・アポロも武装親衛隊へ移籍し、正確な日付は不明であるが、SS 所属武装総長に任官した。SS 所属武装的弾兵旅団。 シャルル・マーニュ内においてドイツ海軍出身者の配属先は特に限定されていなかったが、大多数は旅団本部通信中隊、衛星中隊、公平中隊、そして旅団随一のエリート不評中隊、警備、訓練中隊に配属された。フランソワ・アポロ武装総長とウジェーヌ・ボロ武総合長は、創設直後の警備、訓練中隊へ配属され、それぞれ一個小隊の指揮を委ねられた。 1945年2月、フランソワ・アポロ武装総長は、第 33SS 所属武装敵団兵士団、シャルル・マーニュ師団司令部直属エリート不評中隊、名誉中隊の第一小隊長として、東部戦線のポメラニア出陣した。アポロは、共産主義と戦うために、ドイツの軍隊へ、志願入隊した、フランス人、義勇兵とは言い難い経歴の人物であったが、 このポメラニア戦線では一人の軍人としての卓越した戦闘技術部下を率いる指揮官としての素質、敵を前にしてひるまない勇気を示した。2月25日午後、シャルル・マーニュ師団司令部が置かれているエルゼナウ村へ赤軍戦車部隊が迫った。この時、村を防衛する師団名誉中隊の中隊長、ビルヘルム・ベバー・ SS 中尉、第二小隊長、 ウジェーヌ・ボロ武装合長、その他の将兵と同様に、第一小隊長、アポロ武装総長は奮戦し、単独で T-34 を二両撃破するという戦果を挙げた。大損害を被って、ポメラニア戦線から撤退した、シャルルマーニュ師団の生存者は、1945年3月中旬から4月中旬の間に、ドイツ北部地域で1個連隊としての再編成に、 着手した。これに伴って、フランソはア,アポロブ総総長が所属する名誉中隊は、戦術学校と名称を改め、一兵卒に至るまで、戦闘継続を希望した。戦術学校には再編後の、シャルル・マーニュ師団内で最初に、名彩服が支給された。1945年4月初旬、シャルル・マーニュ師団戦術学校隊員の一人、エミール・ジラール部総校長が、 さきのポメラニア戦線、エルゼナウの戦いで持ち場から逃げ出したことを理由に、軍法会議で死刑を宣告されたとき、フランソワ・アポロ武装総長は、戦術学校隊員からなる重殺隊の指揮を委ねられた。そして1945年4月19日から20日に、かけての夜、ドイツ北部のマチソン・カルピンの墓地に置いたアポロは、ジラール武装号長の重殺刑を執行した。 1945年4月24日、シャルルマーニュシダンの生存者の中で戦闘継続を希望した約300名の将兵で構成されたフランス SS 突撃大隊がソビエト赤軍に包囲されているドイツ国首都ベルリンへ出発した。この時、フランソワ・アボロブ総総長は戦術学校の第二分隊長としてベルリンへ向かった。 1945年4月末のベルリン市街戦において戦術学校の分隊長フランソワ・アポロブ総総長はフランス SS 突撃大隊の将兵の中でも屈指の戦車殺しの一人となった。ベルリン・ノイケルン区の地図4月26日、アポロはノイケルンの戦いで一両の T-34 をパンツァーファウストで撃破した。その後、 4月29日までにアポロはベルリン Z 地区において相当艦艇目指して進撃する赤軍戦車を新たに5両撃破し、ベルリンにおける敵戦車撃破記録を6両に伸ばしたの赤軍戦車を撃破した。1945年4月29日、フランソワアポロはベルリン市街戦中に赤軍戦車6両を撃破した功績により、 岸鉄十字章受賞候補に推薦され、ウジェーヌ・ボロブ総合長と大隊長、アンリ・フネース。ベルリン市街戦の最終局面である1945年5月1日から2日に、かけての夜、フランソワ・ボロブ総総長は、ノルトラント市団長、グスタフ・クルケンベルク・ SS 少将が主導する、ベルリン北部方面への脱出計画に参加した。5月2日、未明。 クルケンベルクと共にシュプレー川を渡った者たちは、小隊規模のいくつかのグループに分かれた。ここでアポロは、ウジェーヌ・ボロ武装補長と共に、ビルヘルム・ベバー・ SS 中尉率いるグループに加わり、2両のティーガー中戦車と共に西を目指して進んだ。しかし、ティアガルテンまでたどり着いた彼らはシャルロッテンブルクへ、続く道を塞ぐ赤軍の強固な抵抗に遭遇した。この戦闘で、 ティーガー戦車2両は敵陣の突破に成功したが、ウジェーヌ・ボロブ装合長は赤軍狙撃兵に撃たれて戦死した。荒廃したブランデンブルクモンこの戦闘で生き残った者たちは分散し、赤軍兵がひしめくベルリン市外からの脱出を続けた。しかし、フランソワー・ボロブ総総長は赤軍の包囲網を突破することができず、ミッテク、ブランデンブルクモン付近の建物の地下室に身を、 潜めたが、後にその場に現れた赤軍の石膏に発見されて、捕虜となってしまった。ベルリン市外線の最終局面で赤軍の捕虜となった、武装親衛隊フランス人義勇兵、フランソワ・アポロは、終戦後にひとまず、ソビエト連邦ウクライナ南部の都市オデッサへ身柄を、装置され、その後に、フランスへ送還された。フランス共和国、モルビアン・ケンベル・イル島フランス帰国後、アポロは、 裁判にかけられ、実刑判決を受けて、モルビアン県ベルイル島要塞刑務所に収監された。1947年、アポロは刑務所から釈放された。1948年8月には一人の女性と結婚し、家庭を築いた。以後、アポロは自身の過去を秘密にして暮らし、彼の家族は、 フランソワ・アポロの第二次世界大戦期の経緯を50年以上何も知らずに過ごした。今日、フランソワ・アポロはフランス共和国東部の某所で平穏に暮らしている。奇妙なことに、フランソワ・アポロは第二次世界大戦当時から現在に至るまでフランス共産党の党員書を所持している。フランス陸軍ドイツ海軍不明武装新鋭隊。 フランス陸軍不明ドイツ海軍不明武装親衛隊。ありがとうございます。